とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていきましょう。頑丈なシュルカーアーマーですね。この装備、アップデート後から装備の表記が若干変わりました。それが、4体以上の敵に囲まれた時に、ダメージが 50% 減少します。こうなったんだよね。以前は囲まれるとダメージが減少するっていう、なんかざっくりした感じだったんだよね。だから結構諸説あったのよ。1体につき 10% 減少するとか、最大で 80% まで減少するとか、なんかいろいろあったんだけども、これはっきりしました。4体以上で 50% です。で、これ、変更もついてるし、雪玉の位置もついてるので、かなり、防御性能としては高いんじゃないかなと思いまして、今日はやっていきます。特に、敵がめちゃくちゃ出てくるデイリークエストとかとは相性がいいんじゃないかな。じゃあデイリークエスト行ってみようか。それでは始める前に、囲まれるとダメージ減少。この囲まれるの意味をちょっと調べてみようと思います。エンチャントのやつでちょっとダメージが分かりにくいので、いいでしょう。とりあえず普通に、危ない。普通にダメージを受けると、おーい!攻撃してくれ。12万1000ダメージがあるね。12万1000ダメージを受けますけども、4体以上に囲まれると、あ、半分になる。半分になるね。で、その囲まれるっていうのが、どれぐらいの距離で囲まれるっていうことになるのか、それもちょっと調べたい。あ、ある程度の距離でいけるな。うん。ある程度距離が離れてても大丈夫そうだね。じゃあすっごい距離を離してみようか。画面の端ぐらいでちょっと試してみる。そうするとどうなるんでしょうか。ちょっと画面端みたいな感じでやってみよう。あ、ダメだ。あー、これね、自分から、そうね、1,2,3,4、自分からね、5、6歩だね。自分から5、6歩の距離に敵がいるとカウントされるみたいです。画面端とかだったらダメだね。5、6歩離れたところでこの4体以上囲まれるっていうものが発動するみたいです。意外と狭いかな。狭い。それではちょうどいいところにデイリーがあったので行ってみましょう。孤立した城ですね。コメントによるとここのボスが結構強化されてるらしいのよ。なのでそのボスもついでに見に行っちゃいましょう。 OK、 ちょっと距離をうまいこと見ながら行かないとね。意外と発動距離が狭いからそこはちょっと注意が必要みたいだね。うん。で、吸血しかついてないから、ダメージにも注意していかないといけませんね。はいはいはい。4体以上に囲まれると、まあ、全然安心なんだけども、4体以下だった時が、もろにダメージを受けてしまうので、まあ、立ち回りは若干難しいかな。あ、トゲ危ない。トゲ危ないわー。うん、これはね、敵のど真ん中に突っ込んでいくっていう戦い方になりそうなんで、それではちょっと、慣れが必要かな。ちょっとモブダメージが 70% 増加して若干やりづらい。でもまあまあいけるね。うん。モブの HP が
上がらなければまあまあ大丈夫かな。あー嘘やば、あっぶねーあっぶねー、もう急な不意打ちとかにやられるからね、このダメージが上がると。これ意外とね、敵がむちゃくちゃいるところっていうの少なくって、これ 50% 軽減できる感じが、場所が少ないな。もうちょっと敵がバーって出てきてくれたらいいかもしんないけども、意外と敵の数がそんなに来ない。うん、だからそこまで 50% が発動しないか。うん、こんな感じだったらばもうガードストライクで十分かな。あっぶね70% アップ、結構きついわ。うわ、プレイヤーの HP 60% 減少した、最悪だ。これは絶対きついぞ、やばこれ、きつい。まあまあボスまではねもう少しではあるから、ちょっと頑張ろう。いやHP 減少マジきついんだって。これよし、うまいこと影のブリューとか使いながらいきましょう。あっぶねえわー、よし、あっぶねえ、あやばい、あーきつい、きつい。でもねこのねシュルカーの弾が意外と活躍するんだよね。シュルカーの弾は意外といい。しゃ。やば。おいしょ、ゲイ。パワーポーション出て、オッケー。パワーポーションと影のブリューがあれば、まあ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 、ちょっとはやっていけるからね。よし。あぶね。きつい。なんとかボスまで行かせて、よし、 OKOKOK、 いいよ、なんとかボスまで行って、よし、ボスの強化された姿を見たい。よし OK、 行けました。それでは行きましょう。羽をねちょっとドラに変えたかったんだけども、まあいいか、なんとかなるっしょ。行くぞ。いや別に普通なんだけどな。え？全然強化もされてない感じなんですけど、いやむしろなんか動かない。あ、なるほど。この攻撃の時が、お、ダメージもめっちゃ上がってるこれ。この攻撃がダメージ上がって、この攻撃中のこいつが無敵になるっていうことだね。はいはいはい、あ確かに邪悪なレイス強化されてる。あのちっちゃな弾って前ダメージ全然なかったもんね。あれが多分200万ぐらいダメージがあるようになってますね。普通の防具で食らうとワンパンされる感じです。はい、まあ、とりあえずクリアしましょうかね。はい、それでは戻ってきました。今日はねこれ頑丈なシュルカーアーマー使ってみました。4体以上に囲まれると 50% ダメージが減少するんだけども、4体以上に囲まれるっていうのがなかなか難しい。だからこれじゃなくてガードストライクの方が使いやすいかな。この防具は若干ちょっと使いにくい感じがありました。まあ変更位置とあとシュルカーの弾、まあ雪玉だね、あれがついてるから意外といいんだけども、やっぱりこれを使うよりはウィザーとかカメとかそっちの方を使った方が安定する気がします。うん、あと邪悪なレイスだね。邪悪なレイスは強化されてます。無敵時間もありますし、あのゆっくりな弾、あれを食らうとほぼほぼワンパンされるぐらいのダメージを受けるので、
注意して立ち回ってください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。